ケミストリクエストの、米山糸です。今、小学6年生です。7月、今年の7月20日に、ケミストリクエスト株式会社を作りました。で、そのケミストリクエスト株式会社っていうのは、小学校3年生の時に、考案した化学結合が学べる、そのケミストリクエストっていうゲームを商品化して販売しています。このケミストリクエストっていうのは、ちっちゃい子でもできるようなゲームなんですけど、遊んでるうちに科学が学べてしまうというゲームです。これは3年生の時に作ったゲームなんですけど、なぜ作ったかというと、その時に、その3年生の時に友達は神経衰弱のようなゲームを作っていて、楽しかったんですよ。で、そういうようなゲームを、友達と遊べるようなゲームを、作れたらと思って、いろいろとどんな、なんか戦わないような、戦うのがもともとあんまり好きじゃないので、戦わないようなゲームができないかって考えた時に、その相手を仲間に入れて、組み合わせで分子を作るっていうゲームを何かできないかなって、というふうに、考えて、こういうふうな、ルールが出来上がって、これを作りました。で、1000個、最初に作ったんですけど、それが予約でもう売り切れちゃって、第2版を、2000部作って、で、それが流通しているという状態です。何よりもこれ、科学の楽しさが、学べるゲームだと思っているので、やっぱ科学って難しいだとか、覚えなきゃっていうのが、やっぱり根強いんで、とか、そういう感覚があるんですけど、そういうのを変えていきたいなと思って。将来的には、この原子記号っていうのは、世界共通、どこ行っても同じなので、国際的に広めていって、国際的な大会とかが、開けたらいいなと思っています。